いきますよ。3、2、1、スタート。皆さんこんばんは、お久しぶりです。ロシア人です。本日は COHSC7.9 Steamworks 記念杯メモリアルトーナメントラウンド1の様子、リプレイを実況解説していきます。解説は、今回、初めまして、ラディアルエンジンさん、エンジンさんとお呼びしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、久々の大会ということで、僕もちょっと勝手を忘れちゃってるんですけれども、やっていきたいと思います。この、まずね、大会の趣旨の方から説明していきたいと思うんですけれども、この COHDC7.9 Steamworks メモリアルトーナメント、なぜこんな名前を冠しているかと言いますと、わかりますか？エンジンさん。Steam、違います。パッケージ版のサーバーが閉じられちゃうから。そうですね。これまでおよそ6年半、かな、ちょっと僕も詳しく、時間わからないんですけども、おそらく6年半から7年ぐらい前に始まった、カンパニーオブヒーローズというね、ゲームのマルチサーバーが、もう今年の5月の7日あともう 2,3 日経った後にもう閉じられてしまうと、完全にもう使えなくなってしまうと、そういうことがありまして、最近ですね、カンパニーオブヒーローズ Steamworks バージョンのサーバーが新たにリリースをされたんですね。それの、まあ、あの移住というか、そちらの促進を、まあ、目指すということと、まあ、これまで、6年半長い間に及んで使われてきたその従来のサーバーですね、こちらの方の感謝の念を込めるという意味で、まあ、今回この大会を開催しました 7.9 Steamworks メモリアルトーナメントです。さあ1戦目ラウンド1は、こちら国防マップ南側キューちゃん選手、色は青、そしてマップ北側色は赤、切り裂き塩市選手アメリカ、こちらの対戦を見ていく形になっています。マップはラングス。まあいろいろとシムワックス版の塩市についてはまあいろいろ言いたいこともたくさんあるんですけれども、とりあえずまず分かっていることは5月の7日ですね、5月の7日にもうこれまでのサーバー使えなくなってしまうと、そういうことがありますので、まあ、そういうことを皆さんに周知したいということでこの大会をやりました。さあ早速ゲームの方も見ていきましょう。これキューちゃん選手がバイクとフォルクス、これどっち先だったんですかね、僕ちょっと見てなかったんですけれども、フォルクスバイク、多分バイクの方が先でしたかね。はいはい、バイクスタートからのフォルクスという形で動いてきています。対する切り裂き A 選手の方、こちらは、まあ、スタンダードにライフル、ライフルといった形で、あまりこうプッシュしていくような形ではなく、まだ戦力が集まるのを待っているというような動きを見せています。まあ、そのキューちゃん選手というと、僕なんかよりもずっと古くからこの人は COH やってて、あんまこういうことを言ってしまっていいのかわからないですけど、確か小学生の頃に COH には触れたとかそういうことを言ってたような気がします。小学生ですか。一番最初にやった時は本当に小学生の頃だっていうふうになんか言ってましたね。はい、子さんですね。本当に本当に塩市の頭の頭から塩市のこと知ってる方で、本当にね僕なんかペイペイみたいな感じの本当に古くからやってる方ですね。まあ、当然間に期間はいくつか空くんですけれども、それでもやっぱ塩市に触れたのはかなり古くからのプレイヤーですね。桐崎選手こちらの方は、大会ちょっとどうだったかな昔3対3大会やった時に出てくださったような記憶があるんですけれども、もしかしたら間違ってるかもしれません。それはちょっと間違ったら申し訳ないんですけれども、そういう形であまり大会には多くは参加してる方ではないんですけれども、 COHDC の方は何回か、プレイマーアップしてくださっているそういう方ですね。はい、さあここでキューちゃん選手、バイク、フォルクス、そして MG が出てきて、この3つをうまく扱って今ライフルマンをサプレスさせている。桐崎選手もこのフォルクスに向かってちゃんと、ね、ヘビーカバーにライフル入れて、ここで注意を割いている。その隙に右手に回ってライフルマンが回り込んでくるが、もう一つ MG がある。はい、バイクエンジンダメージが入ってるんですけど、なんか MG のカバーに入るところにあって壊せない感じですね。そうですね、ここで MG2 つの一斉操作、さらにバイクも加わってライフルマン側面攻撃成功しそうであったんだか、ここでカジュアリティ。この MG2 つに撃たれ続けるというのが予想外にライフルにダメージを与えていた。
まあ、リトリートしたライフルも相当削られてるんで、マンパワー的にはちょっと厳しい序盤になりましたね。そうですね、キューちゃん選手うまくこの2つの MG を細かく細かく切り替えて、なかなかライフルマンが近づけるような隙を作りません。そしてバイクもエンジンダメージ入っても壊れそうだというところまでは行ったんですけども、うまく逃がして、これがやっぱバイクの利点ではありますね。こうヒット&アウェイがうまくできるというそういうユニットです。はい、桐崎選手、グレネード研究を始めましたね。桐崎選手、これグレネード、ライフル一つ溶けてしまった分をバラックスのアップグレードで補おうということか、かなりマップ押し込まれています。序盤のアメリカとしてここまで押し込まれるのはなかなかいい形ではないんですけれども、まだまだ展開としては分かりません。結局この COH っていうゲームはどんなにこう資源で押されてもマップを押されてもユニットいなくなるとどうしようもなくなるゲームですからね。はい、グレネードなんかこうポンポン投げられて気づいたらこうユニット何もいないみたいなこともよくあるので、まあ、僕はですけれども、特に序盤のグレネードっていうのは本当にこの国防にとっては気づいてる気づいてないでだいぶこう形が変わってくると思うんですけれども、アメリカのその即グレネードってこうエンジンさんとしてはどう思いますか？僕 PE よく使うんで、グレネードポンポン投げてくれるアメリカは大嫌いですね。どんどん溶けちゃうし、ライフルどんどん乗っちゃうんで、あんまりいいイメージはないです。投げないでくれっていう、そういう感じですね。確かにこの BAR とは違ってグレネードっていうのはその持ってることがこう分体のね、あのマークの上に表示が出ないですから、はい、持ってるのかな持ってないのかなってことを常に警戒しないといけなくなってしまうということと、一回食らい始めるとね、もう本当にそっちに集中力がそがれてしまって別の行動ができなくなるとか、そういうこともありますので、かなりこう見えないプレッシャーになるんですよね。はい、さあここでキューちゃん選手が一気にこれアメリカのその HQ 前の生命線ともいえるストラテジックポイントまでユニットを送ってきました。これ一回カットして右手の石油銃弾薬銃は切れた。これで今桐崎選手の方に、石油収入が入っていません。グレネードも取ってしまったということなので、ここからテックを上げていくのはかなり難しくなってくる。この SP だけは取り戻したいが、いい位置に MG います。あとライフルマン回り込んでいた。グレネードを投げるが、それほど大きな被害は与えられないか。崩せない。 MG が1個なんか出かけにはなりましたけどね。 MG が1部隊リトリートしていますが溶けきれず、アメリカ側としては少し被害が大きいか、それほど国防を大きく崩すことができないか。ライフルマン地雷かなんか引き取りましたよ。はい、ここで地雷で、あ、家の前にこれは桐崎選手の地雷が決まって、パイオニアかな、パイオニアが1部隊溶けてはいますが、ライフルマンの損物が大きいか。これバイク追っていく、バイク追っていく、ライフルダウン。このバイクっていうユニットも、ここで桐崎選手ほとんどユニットがいなくなってしまったか。グッドゲーム GG。 このキューちゃん選手のバイク MG の使い方が非常に光ったゲームでした。グッドゲーム GG。 ゲームの時間としてはかなり早いテンポで終わった形のゲームでしたけれども、エンジンさんどうでしたか？僕あの始める前にキューちゃんさんと一戦やってたんですけど、ラングルでアメリカ国防で全く同じようなゲーム展開で、なんかすごい僕の試合を見てるような感じでしたね。なんていうか、このプレイヤーはキューちゃんというプレイヤーは本当にあのオールドスタイルなんですね。戦い方が本当に古き良きね、はい、あのなんかなんていうんですか、スパムみたいな、こうフォルクスを出しまくるだとかスナイパーを出しまくるとかそういうなんかこう曲がった戦術ではなくて、本当になんかね王道をやってくれるプレイヤーでもあるんですよね。この戦いはうまくそのキューちゃん選手のいいところが出て、そのいい形フォルクス MG そしてバイク、こういう組み合わせが綺麗に光ったゲームでした。COHJC7.9 スティームワークス記念杯ラウンド1、キューちゃん選手バス桐崎選手は、キューちゃん選手の勝利ということになりました。解説はラリアルエンジンさん、そしてカメラはインちゃんでお送りしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。さよなら。